皆さんこんにちは、一品館の清原です。今回のですね、一品館情報チャンネルはですね、こちらですね、ポークのですね、R200AE ですね、50周年限定モデル、こちらから聞いていこうと思います。まあ、こちらから聞いていって、このリング型のですね、ツイッターを使う類似品として、密閉型のですね、クリプトンの KX1.5、生産が完了したサンスピリット、そしてサンスピリットの後継モデル 3SX ですね。この順番に4本のスピーカーを聞き比べていこうというふうに思います。で、まあ、さらっと紹介しておきますと、まあ、これがですね、一応 25mm、クリプトンは 35mm と言っておりますけれども、まあ、見た目は同じなんですけどもね、ドーナツ状の振動板を使う、こちらピナクルリングラジエーターという特殊なツイッターを使っております。そしてウーハーがですね、これは 165mm ということになってますね。再生周波数帯域はこちらバスレフで 39Hz から 50kHz ということですね。で、まあ、後ほど聞いていくクリプトンなんですけれども、ツイッターの口径は見た目同じ、まあ、クリプトンの方は 35mm というふうに表記されてますけど、この、まあ、どこまで計測するかの違いじゃないかなと思うんですけどね。で、クリプトンの方はですね、3モデルとも再生周波数帯域は 40Hz から 50kHz とほぼ同一ですね。で、分割周波数帯域は、この R200AE が 3kHz、3000Hz、クリプトンの3モデルはすべて 3.5kHz、3500Hz となってますので、まあ、非常に近い高性能スピーカー。で、こちらはですね、バスレフで、クリプトンが密閉というところが最も大きな違いというふうになっております。で、まあ、この50周年記念モデル、なんですけれども、150セット限定ということでね、まあ、一品館が YouTube にアップロードしてから数日中にですね、国内在庫が全部売り切れてしまいました。で、まあ、オークションなどで、少しプレミア価格がついて売られているようなんですけれども、まあ、我々としてはですね、オークションのプレミア価格商品の購入というのはあまりお勧めしません。というのは、まず我々がリリースしているのは新品です。で、オークションで売られているものは未開封の新品であっても、これはもうセカンドユーザーということで、セカンドハンズ、中古品という扱いになりますから、例えば新品で購入された場合、何か問題があれば新しいものと交換できますけれども、セカンドハンズ、中古品で購入された場合、そういう対応一切できませんし、壊れたとしても、まあ、一応修理対応はできますけれども、修理ということになります。なのでですね、で、またそういうプレミア商品をですね、購入なさるようなことがあるとですね、そういうまた高く売れるというふうに考える人たちがですね、商品を先に買ってしまって、本当に欲しいユーザーに商品が行き渡らないということもありますので、まあ、できるだけそういうものは手を出さないでいただきたいなというふうに思います。で、まあ、これはですね、多分販売店も展示してないので、国内ではこれが、まあ、販売店残ってる最後の1セットかなというんで思うんですけれども、まあ、非常に人気が高いスピーカーでしたし、まあ、これからですね、いろんなスピーカーと比較したり、あるいはアクセサリーやアンプの比較にですね、積極的に使っていこうかなというふうに思っております。ではね、このまず R200AE を聞いていくアンプなんですけれども、エアボーの HD アンプアンスペシャルで、電源ケーブルは今回少しドーピングということでですね、 1.8m6万円の AET の TSD-HS-AC ですね、こちらを使っております。で、スピーカーケーブルも普段は2000円程度のを使ってますけれども、今回少しグレードの高いエアボの一番最上位モデルの SPK300 というものを使ってます。これはAET に作ってもらっているものなので、一応 AET の ODM 品ということになりますね。はい。で、まずこの HD アンプ1でですね、4曲聞いた後、アンプをですね、この PM12OSE マスターエアボモデル、そして CD プレイヤーをですね、エアボの SA12OSE マスターに切り替えて、まあ、こちらが18万円、後ほど聞いていくのは45万、45万、セットで90万なので、5倍ほど高いアンプに切り替えて、どこまで音が良くなるかというのをチェックしていこうと思います。で、ちなみにですね、すでにアップロードしております、このポーク R200AE ですね、D&M 川崎試聴室で行った時の、まあ、アンプはですね、澤田さんがカスタマイズされたマランツのセパレートアンプと、で、ケーブルはもう、まあ、マランツがですね、オーディオクエストの代理店ということもあって、スピーカーケーブルだけで600万とか800万、まあ、電源ケーブル
いや、あのコネクトのケーブルを含めるとケーブルだけで1000万という、まあ、あの R200AE をですね、まあ、最高性能を引き出すといえばそうですけども、まあ、一般的にはちょっと考えられない組み合わせだったので、今回は、まあ、この18万円のね、あのエアゴーの HD アンプ1ということで、まあ、比較的一般的なもので鳴らしていくということで、まあ、それによってポーク R200AE の音がですねどれぐらい変わるか、まあ、部屋の、あの設備も含めてそういった部分もですね含めて、チェックしていただければと思います。でこれはですね今回あの USB 入力で使っていきます。で USB の送り出し機は音の良いですねエアボのノート型の MBN-N51 リミテッドというものを使います。そして送り出しはですねこの MBN-N51 リミテッドの中に入っている音楽をですねルーンで選曲して、でルーンからやはりあの MBN-N51 リミテッド標準で装備されています、HQ プレイヤー4というものに送ってですねリアルタイムで、8倍オーバーサンプリングの24ビットに変換して入れていくということですね。で今回聴いていく曲なんですけれども、まあ、1曲目せせらぎですね。で2曲目がバッハバイオリンコンチェルトヒラリー・ハンさんで、3曲目が、ラブで、4曲目がグレース・マイさんのモナリザなんですけれども、まあ、1曲目のですねせせらぎは、CD からリップしたそのままのデータ WAV44.1kHz16bit、バッハバイオリンコンチェルトは、ハイレゾダウンロードのフラッグ 88.2kHz24bit、ダイアナ・クラールさんのラブはフラッグ 192kHz の 24bit で、グレース・マイザーのモナリザなんですけれども、これはあの SACD CD のハイブリッドディスクなんですけど、 SACD のデータをですねディスクから剥がすとこれは違法行為になりますので、 44.1kHz16bit のですね CD のデータを取り込んでですね、これをあの HQ プレイヤープロというあの非常に高価な50万ぐらいするソフトなんですけども、そのソフトを使ってですね DSD の 2.8 メガにですね変換しております。なので 44.1kHz16bit から DSD に変換したデータで聴いていこうということになります。では早速ね1曲目せせらぎから聴いていこうと思います。まず1曲目ね、せせらぎを聴いてみました。まあ、あのこの部屋ではですねポーク MX それと ES ですねシグネーチャーエリートシリーズ全てのスピーカーの、音質チェックを行ったんですけれども、R ですねリファレンスシリーズはねやはりあのちょっと広域があの華やかさに欠けるというか、例えば MX とかですねあの ES はですね広域がもっとこう上まで綺麗に伸びていく感じで、歪みは少ないんですけど R の広域っていうのはあるところからちょっとこう伸びていないような感じを受けたんですけども、これがですね R200 からこの AE に変わってどのように変化したかというところいうことなんですけど、あのノーマルモデルよりはかなり伸びてると思うんですけど、
個人的にはもう少しあの広域の伸びは欲しいかなというふうに思います。でこの広域のですね、あの華やかさに関してはドーム型ラジエーターを使う MX ないしあの ES の方がですね、普段聞いている我々が普段聞いているスピーカーというのは大体ドーム型のついた使っているものが多いので、上の抜け感とかですね、その、 あの華やかさ鮮やかさといった部分に関してはドーム型の MX ないし ES の方が僕は個人的に好みかなと思います。まあ、あのこの R の良さはですね、非常にあのハイファイ的であると、ある種モニター的なんですけれども、例えばですね、あの真空管アンプのようにですね、結構上の方が艶っぽくて華やかな音がするアンプと組み合わせると、この R200AE の音はR200AE はですね、進化を発揮してくれるんじゃないかなという気がしますね。あと中低域に関しては、これはもうあの非常に文句なく、歪みですね、濁りも少なく綺麗になってるなという印象でした。では次はですね、ヒラリー・ハンサのバッハバイオリンコンチェルトを聞いてみようと思います。バッハバイオリンコンチェルトを聞いています。やはりね、非常に性能が高くて、こうネットワークなどもですね、あの高品位な部品を使ってあるという関係上ですね、やっぱ弦がすごくあのほぐれて、綺麗に聞こえるということ、まあ、全体的に濁りが少なくて、分離感がいいということが確認できました。で低音も出ていないとかっていうんではなくて、非常にこうバランスが整っているので低音が足りないという感じもないです。ただあの音楽のやっぱりあの躍動感という部分に関して、やはりこの R シリーズはですね、ちょっとこう抑えめなところがあるので、そこはやはりあのこの曲を聴いても印象は同じかなという感じをしますね。で、まあ後ほどですね、同じこうリング型ラジエーターのですね、振動板を採用するクリプトンを聴いていくんですけど、まあクリプトンでそのあたりどのように聞こえるのかなということですね。まあこちらが16万、クリプトンが聴いていくものが 1.5 が28万、そしてサンスピリットが38万、その後継モデルがペア39万8000円ということでですね、まあ、あの一番安い KX1.5 で、まあ、これの12万円高いので 1.5 倍強ですね、あのするんですけども、やはりあの値段が高いスピーカーに変えた場合、音が良くなるのか、あるいはこの、 あの限定モデルっていうのは
まあ、その値段が高いものよりも音がいいのかということも確認できるかなというふうに思いますね。では次はラブですね。こちらを聞いていこうと思います。L is for the way you look at me. O is for the only one I see. V is very, very extraordinary. E is even more than anyone that you adore and love.Is all that I can give to you. Love is more than just a game for two. Two in love can't make it. Take my heart and please don't break it. Love was made for me and you.ラブをね、聞いてみました。やはりね、低音はバスレフなんですけども、そのバスレフの膨らみとか濁りとかっていうことを感じさせずに、非常にこう素直に下まで伸びていってるなっていう感じですね。ウッドベースの音なんかも、結構温かみがあって太いですし、ボーカルも非常に良かったなというふうに思いますね。ただやはり個人的にはもう少しね、艶とか鮮やかさが欲しいなと思うんですけど、まあそのあたりね、アンプをアップグレードすると随分音が変わってくると思いますので、そこはチェックしてみたいと思います。まあそうですね、一般的に考えて、音はこの R200AE はいいんですけれども、家庭で聞いて、こうなんか楽しいとか、やっぱり聞きやすいっていうのは MX とか、ES の方が個人的には音楽を聴いていて楽しさっていうのはあるのかなっていうふうに思いますね。こちらはどちらかというと少しハイファイに寄っているので、アンプ、そういったものにですね、十分お金をかけていって、ケーブルも含めてね、でスピーカーをこう鳴らしていくという楽しみはこちらの方があるのかなというふうに感じますね。では最後ですね、モナリザですね、こちらを聞いていこうと思います。Mona Lisa, men have named you. You're so like the lady with a mystic smile. Is it only 'cause you're lonely they have blamed you for that Mona Lisa?Strangeness in her smile. Do you smile to tempt a lover, Mona Lisa? Or is this your way to hide a broken heart?Many dreams have been brought to your doorstep. They just lie there and they die there. Are you warm? Are you real, Mona Lisa? Or just a cold?Lonely, lonely work of art.
はい、44.1kHz 16bit ですね、 DSD の 2.8 メガですねに変換した、モナリザを聞いていましたけど、これはやっぱり全然いいですね。広域も伸びてますし、もちろんスピーカーが広域をさらに伸ばしているというようなことは感じないんですけれども、やはり元々のソースがですね非常にきめ細かくて、広域も艶やかに入っていると、このですね R200AE はですね、それを素直に出してくる。だからまあ1曲目2曲目3曲目の音の差っていうのは、これはもう当然のことながら、コンポーネントの価格差がですね、をスピーカーがそのまま反映しているということですね。まあ、D&M 川崎市長室で聞いたときはもっといい音でもちろんこれは聞こえましたけども、先ほども申し上げましたようにスピーカーケーブルだけで600万か800万かのね銀線、純銀線のケーブルとかを使ってましたし、まあ、そういうものと比べると、これはごく普通のコンポなので、まあ、普通のコンポで鳴らした時の音はこの程度ということでも、それでもソースが良くなってくると随分音は良くなるということはご確認いただけたんじゃないかなというふうに思います。ではこの後ですね、このコンポですね、エアボーンのですね90万、SA12PM12OSE マスターに入れ替えて同じ4曲を聴いていこうと思います。そしてその後スピーカーをねクリプトン KX1.5 サンスピリット 3SX と順々に聴いていこうというふうに思います。ではちょっとコンポを切り替えようと思います。はい、コンポーネントの、ね、交換が終わりました。プレイヤーがですね、SA12OSE マスターエアボーモデル45万円、アンプがですね PM12OSE マスターエアボーモデルこちらも45万円ということで90万円、18万円からのアップですから5倍、コンポーネントの値段が5倍になりました。接続ケーブルはですねスピーカーケーブルは変わらず SPK300、 電源ケーブルプレイヤーの方も変わらず TSD の、HSAC1.8m 6万円で、アンプの方がですね、AET の TSD の HRAC これは8万円かな、 1.8m のケーブルを使ってます。そしてこの接続に使ったのはですね、純銀を使っているエアボーンですねシルバー VT というね RCA ケーブルを使いました。これはまあD&M の主張室で使っているオーディオクエストのケーブルが全て純銀だったことも合わせて、まあ、音質を近づけるために今回エアボーのね純銀のケーブルを使ってます。まあ、エアボーのこ のシルバー VT というケーブルは本当に純銀を使ってるんですけれども、値段がですね普通純銀使うと10万とか20万とかするんですけど全然安い、ね、値段ちょっと調べて後で入れておきますけどね、4万前後だったかな、そんなに高くないので、これは非常におすすめです。でこの VT というのは45センチの短いものも出してまして、それはコンポーネントとコンポーネントをつなぐんではなくて、例えば CD から、プリメインアンプに現在使っていただいているですねケーブルの先端にRCA のジョイントを使ってですね45センチ分銀を足すと銀線を足すというだけで非常に音が良くなるという効果があります。で、そんなね線を継ぎ足して音が良くなるのっていうことなんですけど、これはスピーカーケーブルでもほぼ全てのオーディオケーブルはいいものを継ぎ足すと音が良くなります。そんなんおかしいやんっていうことなんですけど、だったら電源ケーブルを変えて音が良くなるのはどう説明するんですかっていうことなんです。結局継ぎ足し理論っていうのは、電源ケーブルっていうのは発電所から延々来たケーブルの、それもコンポーネントと壁コンセントの間のわずかな部分をですね交換することによって起こったことが良くなる。つまり、発電所から来ているケーブルのグレードの先端をわずかに良くするだけで音が良くなるということなんです。で結局同じで、スピーカーケーブルも RC ケーブルも、まあ、先端、まあ、どちらが交流なのかね、どちらが先端だっていうのは分からないですけど、その、コンポーネントに近い部分の線をわずかに、そうですね、10センチ、45センチ、20センチぐらいいいものにすると音が良くなるということが確認できてます。まあ、このあたりはオーディオのすごい不思議なところで、普通僕らが、学校で習った電気の流れ方とは全く電気の流れ方とか、電流の理論では全く説明できないことが起きてます。でも説明するのはそんなに難しくなくて、例えば超電導というのはねありますね、この電線の中を電気が流れる時の抵抗がゼロになるという。でこれはねどういうふうに電線の中を電気が流れてるかということなんですけど、電子がですねこう真空中を飛んでいくみたいに言ってるわけではなくて、金属の中には原子の外に自由電子っていう
離れやすい、比較的離れやすい電子がいて、こうずっとこういうものがあるわけですね。でこっちから1個電子が入ってくると、それが玉突き衝突のような形で反対側から出ていくんです。でこれがですね、例えば超電導の場合、この当たる確率が 100% なので、当たるところのズレのロスがないので抵抗がないというふうに私は考えてます。でこの理論でいくとですね、結構こうぐちゃ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 、まあ要はあまり精度が高くないところに当たってる電子の先端をですね、非常にこう電子のこうなんですか、並びが綺麗なとこ、例えば銀だったら銀の並びの綺麗なところに入っていくとですね、こう今までバタバタしてたのが、こうそれが 最終的に整流されて出ていくんじゃないかなと。だからまあそこで音が良くなってるんじゃないかなと。これはもうなんていう簡単なる考えなんですけども、まあ、そのようにですね、まあ、逆に僕が不思議なのは、その先端にちょっと銀を足しただけで、その違いが人間にものすごくよくわかるっていう、人間側のその感度がね、すごく不思議で、まあ、例えば測定器なんかの感度では全くわからないものが人間にはものすごくわかったり、逆に測定器だと明確に違いが出てるのに人間にはわからなかったりというようなことがね、いっぱいあるので、やはりオーディオにおける数字っていうのは単なる指標に過ぎなくて、それでこう機械の性能っていうのは全く押し量ることができないので、どうしてもやっぱり数字っていうのには気を取られるんですけど、そこは一つ含んでおいていただきたいなと。ということで、話がちょっと長くなりましたけど、早速せせらぎから聞いていこうと思います。まずね、せせらぎを聞いてみました。まあこの部屋がね、防音室ではないので簡易にしてるので、ちょっとね、先ほどは入ってなかったと思うんです。ちょっと外でなんかブーンっていう音がね、ちょっと入ってるので、そこは割り引いてチェックしていただければいいと思うんですけれども、やはりもう当たり前ですけれども、アンプと CD を変えるとですね、やっぱこれぐらい音が変わるのかと。もうスピーカーが見違えたように広域がね、生き生きと滑らかに、そして鮮やかになってきました。まあ、この音であれば、D&M の視聴室で聞いたこの R200A、 これはD&M の視聴室で聞いたものそのものがここにありますから、スピーカー全く同一なので、エイジングその他の影響というのは無視できますから。でやはりコンポーネントをいいものに変えて、銀線のですねコネクトを使うことによって、R200A の音はすごく良くなりました。ただここで考えないといけないのは、先ほど使ってたものが18万円で、これが90万円、5倍値段差があるということは、例えばスピーアンプを先ほどの18万円のままでスピーカーのグレードをグッと上げればですね、どっちが得かということを考えれば、これはやはりバランス的にですね、スピーカーのグレードを上げた方がいいということもあり得るのであって、なので HD アンプ1スペシャルという18万円のアンプをですね、リファレンス、ここでの、まあ
そうですね、だいたい50万円程度までのスピーカー、もうちょっと安いかな、3、40万円ぐらいまでのスピーカーのリファレンスに使ってるっていうのはここなんです、ポイントはね。例えばここは1000万以上のセパレートアンプもこの部屋にはありますから、 TAD のリファレンスシステムっていうね、まあ、そういうもので、このスピーカーを鳴らせば当然いい音で鳴るんですけれども、じゃあ実際に皆様が家庭で聞かれた時にその音が鳴るのかというと、それはちょっと保証できないというか、それちょっと違うんじゃないかっていうところがあって、でまあ、D&M の、視聴室は全くその家庭で鳴らすための指標を取るというのではなくて、あくまでもD&M の視聴室は澤田さんがチューニングされた最高級の、システムでスピーカーの限界をチェックするというために使っているところですね。ここはスピーカーの音の限界をチェックすることもありますけれども、まあ、それよりも一品館情報 YouTube としては一般的に家庭で聞かれた時にこんな音が出ますよという、まあ、身の丈ほどほどのですね、音を出すようにスピーカーの音質チェックは行っているつもりですね。なので、まあ、今回CD とアンプを変えることによってスピーカーの音がものすごく良くなるということはお分かりいただけたと思います。で、それによってですね、後ほどクリプトンのスピーカーを18万円の HD アンプ1でも鳴らしていきますけど、まあ、その価格のですね、まあ、塩梅というかバランスというかね、そういう部分も含めて、オーディオの、購入あるいはアップグレードの指標にしていただければというふうに思います。では次バッハバイオリンコンチェルトを聞いてみようと思います。バイオリンコンチェルトを聞いてみましたけど、やはりこれはもうきめ細やかさ、それから鮮やかさ、音楽の躍動感、動きの大きさ、これはもうやはりアンプのねコンポーネントの価格の違いがそのまま出たというふうに思いますね。なのでこの R200AE というのはですね、非常に素直でハイファイなスピーカーだということは言えると思います。あと、まあ、DA コンバーターというか、DA コンバーターと、USB インターフェースの仕様でですね、HK プレイヤー4というのはですね、自動的にですね、ビットレートを変えるように設定してあります。
ということで、先ほどのですね、HD アンプ1の場合はですね、24ビットだったんですけれども、現在こちらは32ビット、8倍オーバーサンプリングの32ビットで入っておりますので、まあ、そういうこともあって、音の細やかさがさらに引き出せてるかなというふうには思います。はい、では次ね、ダイアナ・クラールさんのですね、ラブを聞いてみようと思います。For the way you look at me. O is for the only one I see. V is very, very extraordinary. E is even more than anyone that you adore and love.Is all that I can give to you. Love is more than just a game for two. Two in love can't make it. Take my heart and please don't break it. Love was made for me and you.あのコンポーネントを変えたことによって、中低域の分厚さですね、音の細かさ、艶やかさだけではなくて、やはり中低音のね、あの厚み、実在感、密度感、まあ、こういったものはもう一気に上昇するっていうのはお分かりいただけたかなというふうに思いますね。まあ、かといってスピーカーのスペックは同じということで、例えばこ の, あの R200 と AE、この限定モデル、スペックは全く同じですけど、音はやはりかなり違いました。やはりそういうところも含めてですね、あのスペック進行っていうのもほどほどにしておいた方がいいかなというのは改めて感じますね。でもこうやっぱりピアノとボーカルそれぞれ の, あの音が重なった時の分離の良さ、濁りの少なさっていうのは印象的だったというふうに思います。では最後モナリザを聞いてみようと思います。Mona Lisa, men have named you. You're so like the lady with the mystic smile. Is it only 'cause you're lonely they have blamed you for that Mona Lisa?Strangeness in her smile. Do you smile to tempt a lover, Mona Lisa? Or is this your way to hide a broken heart?Many dreams have been brought to your doorstep. They just lie there and they die there. Are you warm? Are you real, Mona Lisa? Or just a cold?A lonely, lonely work of art. はい、最後にね、モナリザを聴いていますけど、やはりさすがの音ですよね。
まあ、もともとこの、 SA12OSE マスターの DA コンバーターが DSD ベースで動くということもあって DSD との相性もいいと思うんですけれども、まあ、今聞いた音であれば本当にあの D&M 川崎のですね、視聴室で本社視聴室で聞いたのとあまり、大きな違いは感じられないという音ですね。でもあの前に聞いた3曲っていうのはやはり同じ曲をですね、D&M の川崎の本社で聞いた時とここの視聴室で聞いてる時聞いた時では、まあ、あの差はあるというふうに思いますね。なのであのコンポーネントというのはあくまで例えばスピーカー単体で、はなくて、繋いでるケーブルとかあのこの繋いでるアンプとか CD プレイヤーとかもちろんこれ総合的な音になりますから、音質チェックというのは、そういう部分も含めてね、まあ、私はきちっとやっていこうかなというふうに思います。で先ほども、まあ、何度も申し上げておりますけれどもあの D&M 本社の視聴室の音っていうのはあれはもう最高級の部屋と最高級のグレードのコンポーネントで、鳴らしておりますから、まあ、家庭でですね あれと同じ音が出るというふうにはあの誤解しないでいただきたいと思います。ああいう音を出そうとするとやはりあのそのスピーカーを鳴らすためのものにスピーカー以上 あの多大なあのコストがかかっているということは、覚えておいていただければなと思います。まあ、別にあの皆さんのね夢を壊そうとかそういうふうに思っているのではないんですけれども、まあ、できるだけ正確にはあの一品館は販売店ですから、まあ、できるだけあのお客さんに正確に情報を提供したいということで、このような、今回テストをしております。ではね続けて、クリプトの KX1.5 ですね、同じリング型ついたを搭載した28枚のスピーカーを聞いていこうと思います。